歯医者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池デンタルクリニックの小池です。さて、来週、10月31日っていうになるとハロウィンっていう形になってきます。全然日本のお祭りとかそういうのじゃないんですけどね、それでももう日本にこう定番のイベントとして根付いた感がね強いかと思います。で、このハロウィンとかね、そうなんですけれども、どんなものって言われてちゃんとこう分かってますかっていうところあるかと思うんですが、まあトリックはトリートなんていう感じでね、子供がねお菓子くれなきゃいたずらするぞって周りの家をねご挨拶して回って、来られたお家の人はお菓子をあげるなんていう、そんなね、イベントだと思うんですが、最近日本ではどちらかというとね、仮装のイベントみたいな感じのね、どれだけこう着飾ってじゃないけれども、ハロウィンらしいと言ったらおかしいですけれども、そうしたこうお化けのね格好をしてっていうのを、子供っていうよりはいい年をした人たちが皆さん仮装をして参加されるというような形ですよね。そんなイベントになってきてるかと思います。まあいずれにしてもですね、美味しいものを食べようっていう、そんな感じの日にはなってくると思います。じゃあ美味しいものを食べるためにね、さあここでまた口元っていうような話でね、話を強引に持っていくわけですが、やっぱりしっかりね美味しくものを食べるってことはね、やっぱこういうイベントの時ってねすごく大事だと思います。やっぱりイベントの時だけ食べるようなね、食べ物っていうのもいろいろあると思います。あ、関係ないけど今思い出しましたが、今もまだやってるのかな、ブラックライトで光るアイスクリームっていうのがハロウィン限定で出てるはずです、ね、ただ、福山でそれをこう買おうと思ってもどこにあるんだね、あるにしても、じゃあ溶ける前にブラックライトのあるところまでそれを持っていけるのかって話ですよね。店の中にちゃんとブラックライトのこうスペースとかもあってくれるとね、そのアイスが光ったりとかそういうのも楽しめるんじゃないかと思うんですが、できればねどっかのこうカラオケボックスとかそういうのと提携してねやってくれると、こう暗闇の中でね注文したアイスが光りながら出てくるなんていうになると、ちょっとこう楽しそうだななんて思ったりするんですけどね。まあ話は揃いましたが、やっぱりこういったねハロウィン、そういったイベントとかそういった時にはね、イベントに合わせて美味しい食べ物いっぱい出てくると思います。ですからそういった食べ物を食べた時にね、痛くて染みて食べれない、そんな状態はやっぱりこう避けときたいと思います。ですからやはり事前にね、その時になって慌てるのではなく、事前に、しっかり手を入れておいて、その時になって慌てないっていうことがやっぱり大事になります。ですから事前にっていうと、じゃあどのぐらいから行けばいいの、ちょっと染みたら行けばいいのかななんて思う人も いるかもしれませんがね、体の他の病気でもそうです。症状ができてから治療を開始するのと、症状が出る前に審査診断、そういったものをしてもらって発見してもらうね、そこで治療を開始する、いわゆる早期発見早期治療という形で治療する場合と治療の経過同じでしょうかって話ですよね。ですからやはり痛みが出る前にやはり治療しておくねっていうことが、口の中の管理ってものではすごく大事になってくる。ですからよくね歯医者さんから定期検診のご案内ってものがこう連絡はがきとかでも来ると思いますが、これはね痛くないから行かなくていいやではなくて、痛くないけれども悪くなってる部分がないか、これをチェックするために必要なこと、これが痛くなってからではやはり残念なことになってしまう場合がありますね。そうすると、せっかくのイベントの時に美味しくものが食べれないなんてことになってもね、やっぱりこう嫌なんでね、そういった時に慌てたりしないようにね、早期発見早期治療っていう方であれば、削る量も少なければ詰めるのも少ないって言ったらおかしいけれども、本当にちょっとした治療で済むはずのところが逆に大ごとになってしまうと、1ヶ月ぐらい同じ歯にね、同じ部分に時間をかけるなんてこともあったりするわけです。ですからやはり日頃、常日頃からの手入れ、これをしっかりしておくことが結局、こういったイベントごとを楽しく過ごすってことにもやっぱりつながってくると思いますのでね、ぜひ歯医者さんに行ってね、口の中をチェックしてもらって、そういうイベントに対して元気いっぱい迎えるように、笑顔でね迎えれるようにしていただければ、いいかと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した
上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック、電話 084-983-0418。